てか、まえずみくんさ、声に感情ないのが強すぎるんだよな。どっちの立場にいたとしてもなんか、ルチピ見てたと思うんだけど、なんかまあなんかそれっぽいというかさ、ロアエンジン経由で、これあれだろ、前泉くんこいつ人狼で勝つためだけに普段の配信から頑張ってるだろう、これもう伏線だろ多分。段階では死体は上がってなかったから、前泉くんのイメージをもう入念に作り上げて、俺はこの時のためにポーカーフェイスを演じてきたっつって、多分そういうやつだろ。二人とも釣ったのが違うのであれば、クソ努力家なんだよきっと。証言が上がってるんだったら、だから、まあ、人狼のためにライバーをやる男。心理が読めなすぎるわマジで。それ私じゃない、私じゃない。お願いします。ありがとうございます。カミ。さっきからね。うずき校のところのリスナーであろう治安の悪い奴らがいっぱいいるんだけど、うちの子すいません、すいませんスラム街みたいな、スラムの連中いるんだけど、すいません、すいません、かじつけてきたな俺、こないだやった配信の待機所が荒れすぎて、バキの家って言われてたんでバキ死ね、バキ死ねのやつだ。これ誰ですか？これは言っても大丈夫？はいはいはい。俺はアツヒさんに殺された。あ、僕もです。俺見てないです。自分誰に殺されたか、何色にやられたかで、いや、あのタスクやってる間になんか死んでて、うん、あれコウさん死んだ。声聞こえなくなった急に。コウさん本当に殺された？リアル、リアルインポスター。実家にインポスター来た？スワッティングみたいな。海外で結構言う、話題になってる。あ、そうです。あ、帰ってきた。あ、おかえりなさい。聞こえた？聞こえてる。あ、今聞こえ、あ、強っ。藍園さんか。いや、藍園さんだろうなって思ってた。